ニンニクとオリーブ油で軽く炒めた具材に調味料を後混ぜすることで風味豊かな一品に仕上がります。ツナとズッキーニの炒め物をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずズッキーニとナスは3センチの長さの四つ割りにします。舞茸は大きめに裂きます。ニンニクは半分に切って芽を除きましょう。フライパンにオリーブ油を熱し、ニンニクを弱火で炒めます。香りが立ったら残りの具材、材料 A を入れて中火で炒めます。焼き色がついたらツナを汁ごと加え、蓋をして弱火で2分ほど蒸し焼きにしましょう。ボウルに移し、混ぜ合わせた材料 B を加えて合わせ、材料 C で味を整えれば出来上がりです。バルサミコ酢と生姜の風味が効いているさっぱりとした炒め物ですよ。ぜひお試しください。